はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数1の三角形の内角の二等分線をお送りします。で、前回が内接円と外接円の半径やりましたけど、今回はね、キーワードとしてこの二等分線ですね。で、問題は1問だけなので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらってね、ちょっと厳しいなっていう子は、今からね、この問題の解説やっていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？もうじゃあ早速ね、この問題の、解説ね、やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず問題確認しようね。で、三角形、もちろん取り上げているので、角度と長さが出てるんですけど、角 A が60度、AB が4、AC が3、BF っていうと、情報としては3つですね。で、その三角形 ABC の角 A の二等分線が、辺 BC と交わる点を D とするとき、線分 AD の長さを求めようと。で、これは文章だけで想像してもちょっと厳しいので、自分で図を書いてみてください。簡単な図でいいんでね。では三角形、これを一応満たすような三角形書こうか。上が A で、AB が4、AC が3だから、左の方が長いんだよね。なので、適当って言ったら悪いですけど、ざっくりこんな感じで、A でしょ？B で C で、こっちが 4AB がね、で AC が3なんで、こっちが3です。で、ここ60度になってて、これの角の二等分線、つまりここ30度だし、こっちも30度になってる。で、その二等分線と BC、 これの交点が D だから、ここが D になってますね。図としてはこんな感じで、線分 AD の長さなんで、この長さを求めたいというパターンですね。で、まず、求めたいのが AD なんで、ちょっと AD で書き続けるのめんどくさいから、AD イコール X と、置いてしまいます。つまりここ X ね、今ね。で、これね、大きく分けるとやり方が2つあります。で、今回はね、簡単な方の面積を使ったね、求め方でいきます。で、どうやるかっていうと、これね、まず面積の関係を書くんだけど、大きい三角形あるじゃん。で、大きい三角形 ABC ね、この面積って左側の三角形と右の三角形を足したものになる。これは見てわかるじゃんか。だからそれをまず書きます。三角形 ABC っていうのは三角形 ABD、 つまり左側ね、足す三角形 ACD、 つまり右側、点が成り立つじゃんか。で、これ何するかっていうと、1個ずつ三角形の面積あと出すだけです。いい？で、三角形の公式はもうやってるので、それを使っていきます。まず大きい三角形なんだけど、これ4が分かってて3が分かってて、間の角度60度が分かるから、 sin60 度って値が出せるじゃんか。なので、まず三角形 ABC の方は2分の 1×4×3、 ここね、4と3で、サイン60度なんで、ちょっと書いてある先にね、サイン60度2分のルート3です。これが左辺、三角形 ABC の面積になる。で、これ、何使ってんだろうってちょっと思う子は、少し前にね、三角形の公式、ヘロンの公式とか、その前にね、公式取り上げてますので、ちょっと確認してください。これはヘロンじゃないけどね。で、イコール、三角形 ABD です。で、左側の三角形は、4とx と30度使ってください。4と x と間のサインだからね。なので、2分の 1×4×x×sin30 度。つまり、2分の1です。ね、これが三角形 ABD。足す、三角形 HCD も3と x と30度使えば出せるので、2分の1、3×x×sin30 度で2分の1です。で、これ整理していきます。まず左辺。2と2と4で約分できるから、残ったのが3ルート3です。で、右辺なんだけど、足すだからここで切りますよね。まずこっち側。で、これ約分すると、x になるんだけど、あえてだよ。4分の 4x って書いといてください。書かなくてもいいよ。約分してもいいんだけどね。で、なんでかっていうと、足す、こっちね、約分できないんで、4分の 3x になるんだよ。どうせ x に直してももう一回通分で4分の4に戻さなきゃいけないんで、だからこれで足して4分の 7x になります。で右辺と左辺丸々ちょっと入れ替えるよ。4分の 7x を左、3ルート3を右に連れていって丸々入れ替えれば符号変えなくていいから、4分の 7x イコール3ルート3となります。でちょっと下かけなそうなんで両辺ね7分の4かけてくれれば x イコール7分の12ルート3と、これが AD だからね、 x イコールこれで答えとなります。いいかな、まあ、こんな感じで二等分線出てきた時はその求めたいのを x って置いてもらって、大きな面積は2つの三角形の面積を足したものですよっていうのを使ってください。で今回ですね、そのもう一個のやり方はちょっと解説はしないんですけど、知識として一個覚えててほしいことがあって、これね三角形で今回角の二等分線使ってるじゃん。でこの時この問題以外でも使える知識なので、こう三角形があって今ここを二等分してるとするでしょ。そうした時にじゃあ今4と3だからちょっと使っちゃおうか。ここが4と3でしょ。この二等分線をして屋根の長さあるじゃん。屋根、俺よく屋根って言ってしまうんだけど、4と3ね。でそれが下のこの分割してるところ、ここで切れてるから分割してるところの比になります。そのまんま。つまり屋根が4と3だったら4対3になるの。これよく間違えるのが4と3になるんじゃないからね、4対3になるんです。だから屋根が5センチと2センチだったら5対2になる。で実はそれを使った解き方もあるんだけど、ちょっと板書の関係でカットさせていただいてて、でこの知識はこの問題以外でも使う時が出てくるので、是非覚えておいてください。三角形で2等分した時は屋根の長さがその下のところの比になります。いいかな。是非ね、おまけではないんですがそっちの方もよろしくお願いいたします。では今回は高校数学数1の三角形の内角の二等分線をお送りしました。今回もね見ていただいて本当にありがとうございました。で次回なんですけど、ここまでずっと三角形とか円に内接する四角形とかっていうんで平面図形やってきたんですよ。平面図形ね。で次回から空間図形に行きます。でまず正四面体です。正四面体をこうね切る問題を取り上げていきますので、もしよかったらねそっちの方も見てみてください。じゃあ今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。